キモいです。すごい、年代物でね。おかしいです。おかしい。おかしいです。おかしいです、これは。もうちょっと隠してください。ちょっとおかしい。おかしいです。おかしいです。おかしいです。いや、おかしいですよ。はい、はい、おかしいです。いやー、ちょっとおかしいって。おかしいですね。ねえ、いやいや、おかしいって。ねえ、あ、おかしいよ、ほんとに。もうおかしいことだらけだよ。え、ちょ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 、え、何してんですか、何してんですか。ちょっと。え、はい。あなたは誰ですか。僕、裏筋探検隊。ねえ、おかしい、おかしい。あなたは誰ですか。私は、裏筋提供者。そうですよね。はい、そうです。裏筋をこうやって探検して、鍾乳洞とか、いろいろな変化をね、見つけていくでしょ。いや、なんでここに裏筋探検隊が来てて、裏筋提供者さんが提供してるんですか。いや、いきなりなんか、何の気なしに探検し始めて、彼が。ポケーっとしてたからね、はい、パーンって言って、もう探検してと思って。おかしいよ。いや、でもだから、提供する方もおかしいけどね。提供してるっていう、提供してるっていうのかな、これ。いや、今は何始めたんですか。あ、写真撮ってるね。これね、データを。ね、すごいんだよね。やっぱすごいよ、君の裏筋。どうすごいんですか、ちょっと。いやー、触りたい。ほんと、チン、チンがあってね、裏があって、こう、普通こう伸びてるのが、まあ、かけーん。え、いや、まあ、たまに言われますよね、僕。それは気になるな。裏筋がおかしいっていうのは。たまに言われることある。え、それって女の子に言われるってこと。いや、なんか一回サブちゃんにもなったじゃん、あったっけ。裏筋普通、まあ、まっすぐこう入ってるじゃないですか。うん。ピーンってね。うん。なんか俺、なんかくんって言うの、くんくんってそれっていつ気づくの。いや、なんかこんなまっすぐじゃねえんかなってどっかで思ったんだよね。へぇ、そりゃ研究対象になるな。何だって。はい、この裏筋、くっさい。あれあれなんでこの臭いの。いや、筋が臭いわけじゃないんだって。筋臭です、これは。筋が臭い。筋が臭いんだ。筋付近ね。まあ、まあシンプルにちょっとケツ洗ってないんだろうな。ケツ、いや、俺ウォシュレット必須人間だよ。だからおかしいってば。撮りたい写真があってね。はい、ちょっといいかな。え、今ペンを取り出しましたね。いや、油性ペン、緑色の油性ペン。油性ペンで、なんですか、これは。それさ、もうどうせ映せないところに面白いことしても本当に意味ないんだよな。本当おかしくないこの人、本当に。うわー、くっせぇ。意味がわからない。本物に意味がわからない。それ書いて自分で笑って終わりでしょ。そうだね。それ、ちょっと暇なんでね。嬉しいの、哲也は。嬉しいわけねえだろ。どういう感情のもとその格好してんの、そこで。探検されて鍾乳洞が喜ぶと思うかね。ガサガサ入り込んでいくんじゃないよって思ってるよ。そうだよね。そうだよ。でもやめないんだ。まあ、小柔道だから。ちょっと動かないで。そのまま、哲也、その足でさ、その、頭ガッてやってみて。頭？頭が。いやああ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 あ。やべえ、今モンスターハウスに落ちたわ。汗臭いね、どっちかっていうとね。ああ、うんちじゃなくてね。うんちじゃないね、これは単純にお風呂に入ってないせいですね。ちょっと今、うん、裏筋に、あ、 JR の路線図書こうと思ったけど。なんでだよ。ちょっと厳しいな、これ。どういうこと。誰も困らん。どこが何のためんの。まあいいや、ここ。あ、すごい行くね。お尻が名古屋っていうことだけ。お尻が名古屋なんだ。ちゃんと書くのやめてくんない、あの広範囲で。だって肛門の横のあのケツの山まで行ってんだ今。だいぶもう太ももとかケツまで巻き込まれてるわ、路線図に。なんしてんだろうな。何してんの。いや、これをカメラ回ってないところでやってるからね。いや、もっと俺は知らないんだって。ちょ、3人が出張ってて暇だったから。もうちゃんと分かってほしい。俺は今何もしていないんだということでね。いや、何もしてなくないんだよ、実質。いや、何もしてない。何もしてなくないじゃんか。こんなに何もしないやついないよ。スッと肛門提供してくれるの、まあ、徹夜ぐらいだもん。何もしてないとも言えるのか、確かに。としみつにうわーってやっても提供してくれんもん、うん、まあね。まあ、たまにはね、笑いたい時あるじゃん、友達の肛門見て。あはは、本当に書いてある。あ、ここ、ここが岡崎、ここが刈谷。はで、ここの先、名古屋にしようかと思ったけども、ちょっとここを名古屋にしました、すいません。
何を謝りたいんだ俺今本当にわからないで、こっから名鉄に乗り換えれるからね。乗り換えなくていいのよ。こっから乗り換えれるから説明しても無駄なんだよな、もう。あーすごい金玉筋が全部金筋全部書き寄った今。これ何なんでしょうね。それ何の服着てる哲也。ちょっとやめてくださいよ。なんやめてくださいよ、おかしいな。これで俺100割です。でも懐かしい。誰が興味あんだ。何、誰が興味あんだ。映画やるんだもん。映画公開やるんだから。誰が興味あって今その映画やるんだよ。あるかもしれんや。ちょっと楽しみだよね、なんか。逆にね、うん、確かに逆に楽しみ。どんなことになっちゃうんだろうっていう興味はもうあるね。逆割ね。逆割になったな。にしてもダサいよ、格好は。いやいや、俺珍しく俺トレーナーで気に入ってんだから。そうなんだ、それもう気に入りのトレーナーだ。なんだ、俺トレーナーすごい着ないんだから。え、スウェットはなんでずっとそれ履いてんの。いや俺ほんとね、ズボンを変えるっていうのがめんどくさいことに気づいちゃってさ。よくないじゃん。でもだからな、当たり障りない黒を履き続けるっていうことにしようと思って。当たり障りあるよな。スウェットじゃなくてなんかスキニーとかさ、ちょっと細身のパンツとかならまださ、当たり障りないと言えるけど。スキニーはね、ほんと決めるの日じゃなきゃ無理だったわ。あの、すね毛が痛いの、あっされるからちょっと厳しい。そこなんだ。ちょっとオーブのメントどういうじゃん。その格好、パジャマですよ。これ今、下半身丸出しでこの体勢になってて、普通にあの休日の俺だね。待って待って待って、休日のお前これな。休日のお前下半身丸出しでスウェットと百割人ってこと。そういうことじゃないって。お前休日のお前で撮影に来るなよ、じゃあ。確かにこれは休日かもしれないわ。一番人が見てんだからね。時間がなかった。いつもさ、哲也なんか結局黒と黒のスウェットみたいなさ、普通に出されたらやめてくれん。まあ確かにな、落ち着くんだよね、これ。その寝巻きが一番派手でいいさ、時じゃん、なんか撮影日って。まあね、そうだよ。別に俺も普段通りだけどさ、まあ、うん、すごいな、俺の今。え、本当に今家だよ。いつ服着てんの、じゃあ。君もいつ普通の服着てる。俺もう着てないかもしれんわ、ずっとこれ。まあずっとこれだよね、なんか。そうだよね、出かけたりもう今ないからね。出かけてもしないし、まあ、これがパーカーになるだけだね。え、でもなえん、気持ち。せっかくだから着替えようってなんない。なえてんのかな。え、なえるでしょ、なんかあんまりにもちょっと隠すってか。もうじゃあ一応写真だけ撮らせてごめん。まだやってたの。そうそうそう。いやどういうことなの。これあの哲也服同じすぎんっていうサブちゃんだから。違う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 、そうなの。主軸そこじゃないけど。そこでしょ。いや、哲也が着替えないのは単純に時間がないからじゃないの。まあそう、うん、そうね、すごく時間あったら着替えるかもしれん。だからもうちょっと早く起きるんだよ。厳しい。君は昨日も今日も遅れて、昨日なんて時間厳守ねって前日に送ったのに集合時間に起きたな。しかもその同居人によると、明日は絶対寝坊できないんだって言って寝たらしいな。そんな時でも寝坊するって。硬い意志だけは感じるね。起きないとなっていう気持ちはあったんだもんね。だけは感じる。この服のまんま寝る。だいたい俺はシャワー浴びて、ね、まあ、着替えて寝るか、朝シャワー浴びるか二択だけど、うん、基本後者だね。なんかそのまま寝て朝シャワー浴びて着替えるみたいな。それがあのダメだ、今シャワー浴びたら間に合わんっていう時は行えないから基本的に行われない。そういうこと。いつもってことね。それで裏筋臭いんだ。だから探検されてもお前仕方ねえやん。いや臭いから探検されてるんだ。なんだろうな、じゃあ朝早く、朝強くなるだけでいろいろ解決するんだな。やばすぎ。なになになに。あの普通に肉便器。見して見して。普通の肉便器になった。どこが？どこが肉便器よ。肉便器すぎる俺。普通に名古屋から名鉄への乗り換えでしょ、ただの。肉便器すぎる。ただの乗り換えだろうがこれ。路線図だよ。これはえぐい。いや、こうやり放題みたいなさ、ここなんか誰でもどうぞ。やり放題だったら本当に。治流だよ。のテンションで治流って書いてある。コウモリに矢印名古屋って書いてあって、そっから線路が伸びてて。さすがにターミナル駅はね、ああなるでしょ。
裏筋側が岐阜で、で右ももに張ってるのが名鉄本線ですね、これ、うん、セントリアもセントリアって何あ、ケツのデキモロにセントリアって丸がってやるわちょっと似合うやつデキモロあるんかい俺、もうあ、そのジリュウもデキモロにつけたジリュウもデキモロだって聞いたね伝わらねえこれちょっとなんか不意に男友達にヘアドロップで送るようないいやつが出てきて探検した挙句名鉄の路線だったんだな、うん、これ得るものだから普通にちょっとくださいそれ一応どうでしたか探検の成果は。まあ乗り換えを知れてよかったです意味がわからない、ひどいなこれ本当に。ちゃんと地図にしたいな。てかさ、てか待って、うんちついてない。え、あこれさ、肛門うんちついてない。さすがにこれちょっと一回俺見て、肛門についてるうんちってさすがにうんちついてる、わかる。うわー気持ち悪い。ちょっとすいません視聴者の皆さん、疲れちゃった、大きい声出しちゃった。うーわ、俺はえ、それ普通にティッシュはわしたらさ、しっかりつくやつじゃんか。なんでこんなついてんの。げっちょりつくよそれ。げっちょりだね。なんで気づかなかったんだろう。だから裏筋臭かったんだろう。いや、あ、うんこ臭かったの。普通にうんこ嗅いでた俺。え、じゃあガッてなった時、うんちのうんち舐めてたってこと。舐めてたでももうやだ、もう最近なんかさ、今日の撮影もなんか今日しんどすぎだな。大体絞れたじゃない、ね、いや、ほんと良くない気がする。おかしいのが大絞れたグループになるこのままだと。メイン、今日はひどい。メインサブ含めてうんこエロエロだと。もうほんとたまたまで、これほんとにしんどいね。あんまないもんね、別にそのメインがうんこですとかメインがエロですみたいな。そういや、しんどいな。ちょうどガチンコにこうエロエロ疲れた。で、その後に撮ってる動画は裏筋探検台でしょ。疲れねえじゃねえか。何が疲れるの。裏筋は別腹だろうが。結局エロもうんこも回収したじゃねえかお前裏筋からのうんこを発見して。裏腹だわそう。ああ気持ち悪い。さっきうんこしたの確か。うん、ウォシュレットしたけどな、甘かったかな。で、その後ってティッシュで確認しないの。あー、でもこれしないよね、あんまり。これでしょ。うん、俺これキモいからしないんだよね。拭いてうんち丸見えのティッシュ持ってくるってことでしょ。うん、うん、ちょっとキモいな。え、うわ、キモうんちだと思ってやんなよ。やばいじゃん。だからといって肛門にうんちつけっぱなしでそのまま過ごせるのは意味が分かんないよ。なるほど、ね、俺見ちゃうな、こうやって。でも、え、でも芝居も硬いうんちの時そのまま出てくるって言ってるじゃん。いや、もう絶対についてないと言って。いや、そんなのないんだって。自信がある。そんなのないんだって。いや、間違いなくついてない。だって俺の友達の中で一番うんこが早いの芝居だもん。拭かないから。拭かないから、サーンって出るもんね。あ、うんち出る、出たって帰ってくるから。しょんべんより早いやん。早いよ、ほんとに早い。RTA したら絶対勝つと思うよ俺。いや、確かに。うんこ RTA ありだな。ねえよ、ねえわ。もういいんだよ、ほんとに。ちょっと卒業しよう、その辺。やめよ、もうさ、普通なんか清潔になろう、哲也。やばいよ、俺今やばい。いや、完全に普通にやばい。このクロスウェット上下、寝癖、は黄色い、うんこついてる。お前見てみろよ、自分のこと散々してんの。お前見てみろ、頼む。お願い、お願い、ほんと、お願い、てつや、お願い、俺からもお願い、お願い、このお願い。今何お願い、何お願い、今何か一つでもいい。何か一つ、リーダーとしてのさ、威厳というか、なんだろう。いや、いいんだけど、汚いの個性なんだけど、なんだろう、多すぎか。多すぎ、やりすぎ、やりすぎてるか。役満のまま生きるのやめて。伸びしろがないもんな、これじゃ。そうだよ。お前、飛ぶだよ、今。普通に。すごいなぁ。これが僕たちのリーダーです。かっこ、うんち、お尻についてます。今、ついてます。はぁ、黄色。ひど。どこが清潔な部分があるの。まあ、あの3月です。言えたことじゃないの。まあ、そっか。どういうことだよ。年度末。年度末だ。年度末やから。うん。4月からやな。節目だよね。じゃあ4月からは清潔に切るってこと。じゃあやってみっか。おー。
ありがとう。うんち拭くわ。じゃあそこじゃない、そこはどうでもいい、そこも数に入れないで。一番どうでもいいかもしれない一番どうでもいい、結構、うん、なんならメインな気がすんだよいや、うんちはまださ、わかんないから、うん、じゃあ、周りじゃあ、ちなみにどこ、何からで言えば服装かな。いやー、俺髪型かな。まあ、髪型もね、だってなんか一時期最近の髪型すごい好評じゃなかったですよ。そうそう、なんかちょっと頑張ったんだけど、ね、デジャビナでさ、あの韓国風のさ、そう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 、マッシュみたいにしたのよ。うん、あれでずっと言ってくれればよかったんだけど、今ローウィーズリーでお前髪切った次の日を見てたからめちゃくちゃちゃんと切ってもらって次の日現れたローウィーズリーって言って韓国風マッシュにしてさあれ韓国人じゃなくてローウィズリーじゃないってなって、年見つとあれがレビオーサーじゃない、レビオーサーよとか言ってあれはあの美容院一緒に行ったんですよ。あ、そうなんだ。そう、動画撮ったやろか、俺があのシャンプーをされてる時。ああ、あれ何、携帯撮った、携帯でなんかストーリーあげたっけな、あげたっけな、あげてた、いや見てないな。いや普通に油断してシャンプーしてたらめちゃくちゃ見つかけられて、芝居言うともおからなかったからさ、うん、お姉さんお姉さんあったんだけど、え、一緒に行ったんじゃないの、一緒に行ったけど油断してた。あ、いつもの地元の美容院はやられるけど、そうだよね、まさか東京でやられると思わなかったあ、そっか、あれよくあるくだりなのか、うん、え、あれカメラ回ってなくてもやれるの、カメラ回ってないとさすがにない。あ大体動画の時にお願いします。お兄さん、お兄さん、じゃあ4月からはとりあえず放送じゃねえや、撮影の時は毎日髪セット。いや髪もちゃんと切ろう。あ、髪切って、パンパンにするわ。じゃあ、はい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 、ねえ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 、いいよ、首取ってよ、パンパンって言っただけや。どういうこと、パンパンって髪型の話してたのにえ、撮影の時毎回髪セットしてくださいって言ったでしょ、うんうん、だから俺、じゃあ俺パンパンにするなって言ったよね。言った。どういうこと、さすがに略しすぎたなさすがにいやだから、うん、だったら4月から俺は絶対に風呂に入って、うん、あのしっかりセットもして、うん、服装も気を使おうみたいなね。お、素晴らしい、いいことのパンパンってこと。そのこんだけやってるのにこれ取りこぼすのはもったいないなみたいな。そっちの定義のパンパンって言ったらびっくりした髪型パンパンじゃないの。それもできるならそれはそれがいいけどさパンパンの髪型かと思ったもん。それが無理じゃないかなと思って一つって言ってるのに一個ずつって逆にちょっとむずいかな。あ、じゃあもう4月の徹夜は清潔を、4月の徹夜は清潔、逆に3月はもう不潔でパンパンにして不潔振り切ってからガーンって、まあ終わるからいいけどね。一回それ見てから決めて、その3月の俺と4月の俺を見て、うん、5月にどっちなんだいって聞くわ。どっちがいいのって、うん、どっちだったんだいって。じゃあ3月末日らへん、次の撮影日は最強に不潔できて、そういう次の撮影日3月31日じゃんね、うん、で、その次の日も撮影日だからちょうど両方見れるね。大不潔からのピッカピカの俺、うん、でも歯は黄色いままだけどね、どうせ歯以外ね、歯は黄色い今できる清潔になってきてね。次のオリンピックあたりからですか。いやいや、4年後4年でもないかも、3年間あれ、あれ、あれ、マックスだけですか。清潔は自重で落下しました概念が落ちてる概念が自重で落下しちゃった。お願いします。ほら、なんか1個ポジティブな言葉を残して終わろう年度始まりから、なんかしよう、お願い。来年度、ほう、血毛を剃います。原因じゃねえな、それ。うんこがついてるのは血毛があるからどうと思ってる。あいつが守っちゃう、あいつは囲っちゃうんじゃない、お前が拭かないのいいの、それでいいよ、俺はいいけど。じゃあもうピカ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 、え、俺ピカ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 じゃないたびにこのカメラ回していい。お前ピカピカじゃねえなって言ってくれれば罰ゲーム清潔、今からもう。いや、ピカピカむずいな。ピカピカなんだそれ。じゃあもうファンデーションもしてきて、もオーラ的な意味を含め、なんかわあピカピカだねって感じ、うん、清潔というかピカピカ。いや、一番難しそうだけどなうわ、清潔っていう言葉は使わないことにこいつ逃れようとしてる。新年のピカ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 、じゃあ4月1日もとりあえずこのカメラ回すわ。ピカピカで、ね、あなたはピカピカですかって、それでどうなのかって、はい、うん、ピカピカ度合いをじゃあ判定してもらおう。はい、じゃあ期待して待ってますね。また次回の裏筋探検隊で